BW の電気使ってるんですけども、まあ、マップにこう移動しながらこう、そうそうそう、なかなか実は捕まえるのが大変だったんですよ。行くと天気が変わったりとかして、ね、そうですね、大雨がバーって降ってたりして、はい、こうそこでは捕まえない、あ、いるぞみたいな。それのバーでも、まあ、ランドロスも出てきて、まあ、こいつもすごく使われる、まあ、バトルでもポルトに使われます。一時期は本当にあのいたずら心がやっぱり強いんで、あのボルトロスとかあのすごいよくバトルで使われてたっていうのは、最近はちょっとあの若干あのいたずら心を抑えるこう悪には効かないとか、あのサイコフィールドとかでいたずら心はちょっとあ、それでも相当強いですよね。ああ、そうそうそう、そのパラメーターはもう、ね、ライコーに引けを取らないぐらいのスピードもあったりして、伝説としてもスピードが速いし、うん、どういうふうにこう使うと強いのか、投げつけるで王者の印を投げつけて相手をひるませた後にアクロバットを使うっていう。アクロバットは道具を使ったら攻撃威力が倍になる、はい、あ、その化身フォルムとエイジンフォルム、まあ、鏡が、映し鏡がありますので、こちらのフォルムも使えると思うので、はい、すごくお得なポケモンだと思うので、ぜひいろんなバトルの場で活躍させてみてもらえればと思います、はいはい、ちゃんとあの鏡もサンムーンにもウルトラ、うんうん、サンムーンにも両方あるので、はい、ぜひあの配信を受け取って、まあ、あのお好きな化身フォルムでも霊獣フォルムでもお好きなフォルムでちょっとね戦ってもらえれば